テイジェル・ダーニエルは、ハンガリー・ソルノク出身の元サッカー選手。元ハンガリー代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。母国ハンガリーのデブレツェに VSC のユースで育ち、2003年に17歳で、トルコのガラタサライ SK へ移籍。しかしトップチームでの試合出場はないまま、1年後には、ハンガリーへ戻りフェレンツバーロシティ TC に加入する。 同クラブでは2シーズン主力として活躍を見せ、2006年にギリシャのエックアテメ FC へ移籍。さらに2008年夏にはベルギーの KRC ヘンクに加入した。ヘンクで4シーズンを過ごした後、2012年夏にイタリアのジェノア c FC へ移籍。2012から13シーズンには22試合に出場したが、 2013年に監督に就任したジャンピエロがスペリーニの下では出場機会を得ることはできず2014年1月にイングランドのワトフォード FC へ期限付き移籍をした契約満了後2014年7月5日にパルマ FC と2年契約を結び完全移籍したが2日後の7月7日にワトフォードへ2年契約で期限付き移籍することが発表された パルマの破産に伴い同クラブを対談すると、2015から16、シーズンはクイーンズパークレンジャーズ FC でプレー。2016年8月31日、デブレツニに復帰することが発表された。2005年12月、メキシコ代表との親善試合でフル代表デビュー。2007年10月、ユーロ2008予選のマルタ代表戦で、フリーキックから代表初ゴールをマークした。 ありがとうございます。